エースです。ちょっと待ってね。こっから来てる声で終わりで、全部話すこと忘れちゃったんですけど今。びっくりした。ですね。土曜日曜とちょっと なんでずっと言ってるんですか。ごめんなさい、レシピになっちゃうんですね。はい。土曜日曜とね、開催された西の豊洲の箱根祭りも本当にね、終盤に差し掛かっておりまして、私たちのチームもこうしてここが最後の演舞となります。この2日間を思い起こすともいろんなことがねありましたし、本当に、ちょっともう本当時間が足りないぐらいいろんなことを、ね、説明というか感謝の気持ちを述べたいことが本当にたくさんあるんですよ。本当にもうこの時間で本当に足りないので、インターネットで調べていただければ、ハッシュタグエースでね、調べていただければ、なんかいろんな情報とか出てきたり、あと、今日の演舞、良かったよとかね、いいねとか、なんかいろんなこう、リアクションをね、私たちはそこで見れますので、ぜひね、インターネットを活用、何の話してかわかんないですけど、インターネットをね、活用していただいて、私たちに送っていただければ、ね、私たちは喜びますので、そんな、最後の演舞を、精一杯、私ども、皆様に喜んでいただけるような演舞をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ挨拶します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エース、時は来た。暗雲を突き抜け現したその姿は、真の平和と確かな未来をその姿に映す。強く輝き、熱く羽ばたけ、その命燃やして踊るわ、フォーライブ、スイッ。終わるかな、たくも間に刻す風となる。それらの焼き山野を包み、そのきらめき天地を抱き、あわめく命に未来を宿し、新たな命に希望を照らす。同じ空を見上げ、月に願い、海に安らぎを求め、時にすれ違いながら、分かち合いながら前に進んでいく。争いで高みを埋めるものならば認め合い、共に高みを目指すこともできる。お互いがその上に行って意味をなすことは、輪をつなぎ、全てが平らに。維新来たなとかもめに追えば、私は立つ鳥の花見に Yeah!
で、ありがとうございました。いいねお待ちしております。ありがとうございました。エースの皆さんでした。続いては